はい、どうもシャマです。さあ本日は、約20年前のポケモンのカードゲーム開けていきたいと思います。こちらがですね、まあ、第2弾拡張パックって言われるやつなんですけども、1997年3月5日、約今から20年前のパックになります。よくこのね未開封の状態で残ってたっていうのがね不思議なんですけども、こちら大体、4つ合わせてね、8000円から9000円ぐらいするパックです。それでは開けていきましょう。いや緊張するな。第2弾10枚です。10枚も入ってます。よいしょ。うーわ、ブーストいきなり来た。え、初っ端から来んだ、こういうレアカード。うーわ、この絵柄だよ、この絵柄。ペンとかね、クレヨンで描いたような感じがすごい好き。そしてニャース。あー、いいね、懐かしいね、これ。ポケモンカードのゲームやってたわ。たまたま。たまたまね。あ、催眠術と宿り木の種持ってんだ。宿り木の種良さそう。ほい。お、ドードリオ、逃げるサポートね。はいはいはい、なんかあった気もする。アンコモン的な感じなのかな。デュエルマスターズとなんか似てるね。たまたまやるアレアみたいな感じですね。はい、カラカラ。おー、いいね。カラカラのこの寂しそうな表情がなかなか切なくていいですね。死に別れた母親の骨を、頭にかぶっている。寂しい時に大声で泣くというとね、書いてあります。謎の草来た。 CG だよこれ。 CG 別名アルキメンデス。これなんか書いてあったね。ポケモン図鑑ポケモン図鑑に書いてあったね。夜になると2本の根っこで300メートルも歩くという。はい、え、300メートルも歩くのか。結構歩くね。ほい、ガラガラ。お、カラカラとガラガラ進化できる。これ体も小さく、もともと弱かった骨を使うようになり、性格が凶暴化した。子供にはこういう危ないものを持たせちゃダメですね。トサキンと角でつくだけだね。これはいたな。鬼スズメですね。オウム返し。おー、アズマオか。アズマオな。とりあえずブースター当たったの嬉しいですね。これキラーカード当たると思ってなかったんで、よかったです。第3弾、化石の秘密、上げていきましょう。もうこれね、めちゃくちゃ昔な理由がね、ほら、もうこのメディアファクトリーのこの郵便番号がね、5桁なんですよね。はい、もうこれでかなり昔っていうのがわかるかなと思います。今はもう7桁でしょ、郵便番号が。うわ、ラプラス！ラプラス！顔が映りそう。水鉄砲怪しい人に持ってますね。うん、いいね。ラプラス可愛いな。タッツ！うわー、イラストがいい。あ、エネルギー転送、トレーナーカード来ましたね。ゴローン、ゴローンいいね。質部手がいれば進化できますね。山の中の坂道を歩いているとゴローンが転がってくることがあるって、これ結構危ないよね。コダック、かわいいな、コダック。オムナイト、あ、オムナイトは進化になるんだ。またドガス、いいですね。ドガス欲しいな。自爆、草エネルギーで使うんですね。ギャンブラー、これめっちゃ強い、確か。自分の手札を全て山札に戻し、山札を切る。で、コインだけで表ったら8枚ドローっていうのはね、まあ、裏なら1枚ドローか。ほうほうほう、強いよね。8枚ドロー、キングラー、いいね。ジタバタ、もうこの頃にはジタバタあるのかな。クラブハンマー、やっぱ強いね、攻撃力がね。では次、拡張パック第4弾、ロケット弾、開けていきたいと思います。うわ、悪い怪獣なんているの。なんかやだ、悪い怪獣。HP 意外と少ないね。破壊の神の化身って、もうこの時点で危ないよね。200キロを超える重さだが、2つの翼で自由自在に空を飛ぶ。このちっちゃい翼で飛ぶからね、怪獣ね。腕力、パンチ、キック、パンチ、キック、すごいね。はい、悪いギャロップ、悪そう。後ろ蹴りっていうのがもう悪そうだよね。悪いガメール、悪そう。顔が、これはゼニガメから進化するんだ。あ、このゼニガメ、このゼニガメがこうなのね。これがこうなのか。人影、可愛いのでつい抱きしめようとして火傷してしまう人が多いらしいって。そこは気をつけようよ。ボスのやり方、ボスのやり方。自分の山だから悪いポケモンへ、進化カードを1枚に選び出し、相手のプレイヤーに見せてから手札に加える。おお、そうなのね。悪いポケモンへの進化カード。コイキング、滝登り進化、滝登り進化ができるの。コイキングから進化するカード、山札から選び尽きるのって強いね。まあ、ただ3タメラまでにね、30だからやられちゃいそうだよね。悪いラッタ、そして、ちょっと待って、悪いラッタの前歯は強力で2階建ての木造家屋なら5分で倒壊してしまう。何よりも強いでしょこれ。悪い丸マインですね。今日なんかすごい噛むな。研究者の間で丸マインはある種のエネルギー一体ではないかと考える。ジム拡張第1弾、これはちょっと新しいのかな。マチスの鬼ドリル、あった、これあった、このパターンあったね。うわ、すごい綺麗、このね、江ノ島でも映ってそうな感じの海の風景に、この鬼ドリルですよ。今日やけに噛むね。ロケット団の特訓ジム、たけしの育て方、たけしの育て方、エリカの不思議だね、意味深みたいなね。たけしの怒り猿、怒り猿も出すの。大学生、社会人しか知らないネタだけど、ニビシティのイワーク攻略するのにマンキーをね、トキアシティのあの左の方の草むらから捕まえるのってあるあるですよね。霞の恋キング、死んだふり、死んだふり。コイン投げて表だったら、次の相手の番、このカード技によるダメージや効果を受けない。強いね、これね。霞の座先にときた。エリカのパラス。エリカのパラス。危険な方針のわけですね。狭いジム。
すごいね、これ。うちんちより狭いわ。霞のタッツーね。はい、霞のタッツーですね。はい、ということで、最後、まあ、レアカードこんな感じで出てきましたが、やっぱブースターこれすっごい懐かしいな、なんかこの絵が。で、ラプラスもね、はい、非常に、攻略本のところに挟まってるあのイラストですね。うん、悪い海流がまさかいるとは知りませんでした。ということで、またね、今回、まあ、絶版の20年前のパック開けていったんですけども、もし、またリクエストございましたら、コメント欄に書いてください。また、いろんなね、パック手に入れてくるんで。はい、ということで、これからもトレジャーハンターシャマンをよろしくお願いします。さよなら。